ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。バンカーの次はパターということで、はい、ここはパターの練習グリーンもあります。はい、パターは一番ゴルフの中で一番打つ回数が多いクラブなんですね。ちょっと地味であれなんですけど、入ると楽しいんで、基本的な、まあ、構え方とか、まあ、振り幅で目安をちょっと今日覚えてもらって、コースデビューに向けてのちょっとイメージ作りにやっていきたいと思うん で軽くちょっとゲームっぽいことできればいいかなと思います。はい、じゃあちょっと実践でちょっとやっていくんですけど、最初まず大体このカップから、まあ、2歩とか 1.5 歩ぐらいが、まあ、プロでもトーナメント試合やって入る確率が 50% って言われてるぐらいの距離、この辺なんで、はい、多分プロだと入るでしょって感じですけど、半分ぐらいしか入ってないで、まあ、皆さんボールって持ってますか？はい、でボールの、まあ、メーカーさんのロゴがあって、ちょっと横回すとこれだと EP5X って書いてあるちょっとした横棒があると思うんですけど、ちょっとじゃあこちら後ろ見せてもらって、パターって、まあ、傾斜値っていってどっちが高いかを見て曲がるのを決めるんですけど、しゃがんでいただいて右と左どっちが高いとかって分かりますか？こっちの方が高いですか？こっちが高かったら、じゃあボールを例えば打ったらどっちが曲がると思いますか？そう、はい、喋ってくれ頼むよ。喋ってくれ。みんなでこっちで視力検査じゃないんだよ。で、ってことはじゃあどれぐらいこっちが高いかによってこっちに打ち出す方向を決めるんですけど、今言ったように例えばじゃあちょっとだけだなっていうんだったら、このロゴをあのカップからまっすぐからちょっと左にずらします。ああ、これって全部のボールで矢印がついてるんですか？大体ついてるんですけど、ついてないのもあるんで、ついてなかったらこの、まあ、メーカーさんのロゴとかを合わせて自分でなんかマークつけてやってもいいですし、でそんな感じでちょっと合わせてもらって、今度パター見てもらって、パターってなんか真ん中に線が多分皆さん入ってるんですね、構えた時に。はい、これ白い、まだまだ白い、この白いのがさっき自分で合わせたこのロゴにマスが合うように、そうです、自分が打ちたいって決めてた方向にこのフラグフェースの向きがマスに向くような感じになります。で今度これに構えたところに対してフェース面に対して体が水平に立てるよう。で今度は足の幅なんですけど、これ肩幅ぐらいで OK です。肩は、はい、ボールの位置なんですけど、パターはスイングってこう離れてたじゃないですか。パターはできるだけ真上から見ます。で左目の下ぐらいにボールが来るのが理想ぐらい、はい、左目の下ぐらい。ちょっとじゃあもう実際にちょっと距離取って構えてみましょう。もう皆さんカップ狙う気まんまなんでいいですか？じゃあちょっと一人一人見ていきます。これだとちょっとフェースが向こう向いてるんで、これぐらいかな。ちょっとこれ打ってみましょうか。なんとなくあれに向かってポイって力は、力は、まあ、ちょっとグリーンの速さが分かんないんですけど、7時5時ぐらいで打ってみましょう。めちゃくちゃ強かったです。でもう本当多分今のでパチンってパンチショットみたいになってるんですけど、パターはできるだけ例えばこう引っ張ってこう振り子みたいな感じで同じリズムで同じ分だけ打ってあげるのが理想です。今の感じだと上げたことにしたらドゥーンって振ってるから、これだと強く入っちゃってオーバー。じゃあちょっと選手交代で今度好みのを見てみましょうか。できてる？できてますでしょうか？これで大丈夫？ちょっとあれクラブの手元浮いてるの分かりますか？あ、ここが今手前が浮いてるんで、しっかりと全部取っつけたり。あ、じゃあ。で、
じゃあちょっとあのカップに向かって打ってみましょう。あれでも強いです。すごいね。調整が難しい。難しい。思ったよりも、ただ結構転がるんで、ね。すごい転がってくる。できるだけデリケートに。デリケートに。じゃあ、ちょっと選手交代で。これだと、多分今右目の下ぐらいに。右目。そう、はい。もうちょい左に。もうちょっと。それぐらい。打っちゃっていい？あ、打っちゃいましょう。うん、強いな。強い。難しい。めっちゃむずい。でもグリーンの中にあります。グリーンの中から打ったんでグリーンの中で押さえてほしいですけど、で今構えだけやったんで打ち方はまだ教えてないんで距離感はいいんですけど、じゃあちょっとボール回収して、じゃあ青木さん最初距離感の練習しましょう。はい、もう一回後ろからしっかりとこうラインを見てボールを置いて、強い。振り幅は、ね、多分さっき7時5時でめちゃくちゃ大きかったんで、内ももから内ももぐらい。好み。振り幅、足の幅ぐらいで多分大丈夫。そうそう。お、惜しい。いいですね。上達がめちゃくちゃ早いんで、はい。今の感じでじゃあもう一回ちょっと打ってみましょう。後ろからこうやってライン合わせて打つ。横からこう合わせると見えない。はい、行きましょう。おイエス。ナイス。イエス、いい。いい感じ、いい感じ。イエス出ました。イエスイエスイエス。早いですね、3球目で決めましたね。今の感覚で、だいたい距離がこれぐらいの時はじゃああれぐらいでいいんだな、もう覚えてください。はい、選手交代です。強いかな。気合が入ってますね。難しい。いい感じ。あ、はい、じゃあラスト、はい、でも距離感だいぶ良くなりましたね、はい、今ぐらい。難しい。デリケート。いい。イエス出ない。イエス出ないです。ノーノーノー。上達早いですね。場外からそこで最後。そうそう、いい感じいい感じ。そしたらこれを、はい、そうですね、自分の打ちたい方に合わせます。これだったら多分ちょっとぐらいの。あ、そうか。いい感じ。アドレス綺麗ですね。上手ですね、はい、やっぱコツを掴んだらもう割と入るな。確かに今割とここまっすぐ長いんで冬ですか。焼き芋がすごい。じゃあフラットの、まあ、割とちょっと長め、はい、はい、このボールとボールの間あのカップに描けて、ね、まっすぐ行きます。じゃあ、ダンディングバ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 ンディングじゃあ1打目が結構大事だよ。
感は良さげです。うん、いい感じがね、タッチ。出てた。勝負ある。ワンペナ、ワンペナになっちゃうから。ちゃんと矢印やった？なんとも言えない。さあ、カブちゃんの2打目。2打目やばい、これでも入れられちゃったらプレッシャーすぎる。弱い。地道地道。さあちかちゃん、やばい、これ入れられちゃったら負けちゃう。いけるぞ、これは。そうです、そうです。さあ、どうなるか。これどうなるんだろう。めっちゃ、しかもみんな入れやすそうな距離だ。これは絶対入れなきゃだ。これじゃないと思う。スライスラインなんだね。ちょっと切れましたね。じゃあ、あれさっき入れちゃいましょうか。4ですね。ここですよ、カブちゃんが入れれば3ですね。外したらひかちゃんの優勝が決まります。そうだ、果たしてカブちゃんどうでしょう。プレゼンかけてるゴルフ番組の発行にちょろっとショックです。じゃあ入れちゃいましょう。はい。オッケー、はい、ナイス。イエス。イエス。はい。初めてゲームで勝ちました。おめでとうございます。どうですか、パターは。難しいですね。なんか思った以上に難しかったです。調整が難しいです。力のね。しかも多分早いですよね、ここ。そうですね。ちょっと本当のコースちょっと近いかなっていう。ちょっとね、打てる感じ的には、うん、まあ、最初の教える前からもボーンって打ってた皆さんがもう2回目から合わせてきて入れてる人もいるし、で、多分ゲームになった時に、まあ、メンタル面出たのかなっていう。1個前ですね、これぐらいの距離入れてたのに最後だったらここから2打かかってるとか、これコース行ったらやっぱこういうプレッシャーの中で戦っていくことになるんで、ゴルフ怖い、はい、でも一番楽しんでたんじゃないですか、ね、すごい笑顔多かったんで楽しいです。楽しい。一番ちょっと地味なんですけど、もう入ったらやっぱ気持ちいいし、うんうん、まあ、一番スコアに直結するんで、はい、ちょっと空いてる時間とかあった時にちょっと練習してもらえれば、うん、はいはい、いいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。